聴く人を魅了する美しい歌声と圧倒的な歌唱力の持ち主であるジョングク。コンサートやテレビ番組のステージなどで披露される歌のアドリブをアーミーたちは天才的と称します。ただそんな優れたアドリブが他のメンバーを困惑させることも。今回はあるメンバーがジョングクのアドリブに対してやらないでとお願いしたエピソードについてお伝えしたいと思います。本題に入る前にジョングクが過去に見せたダンスと挨拶のアドリブのエピソードもご紹介しますね。 BTS のアドリブ集。ジョングクのアドリブと聞いて真っ先に思い浮かべるのはやっぱり歌のアドリブです。2019年5月に行われた BTS ワールドツアー Love Yourself Speak Yourself サンパウロでのウィンズのステージは伝説と言われているのでご存知の方も多いのではないでしょうか。パフォーマンス全体が素晴らしいのはもちろんのこと、 J-Hope のラップとジョングクのハモリが大好きなアーミーはたくさんいます。何度聴いてもしびれる暗いかっこいいシーンです。ネット上で話題となったジョングクのアドリブの一つに2019年4月13日現地時間アメリカの人気番組サタデーナイトライブで披露したボーイウィズラブのステージがあります。韓国のアーティストがサタデーナイトライブに出演するのはこの時の BTS が初めてでした。そして当時の新曲だったボーイウィズラブのパフォーマンスを世界初披露。初めて尽くしで緊張して当たり前の状況の中、ジョングクはごく自然に歌のアドリブを入れたのです。いくら実力があるとはいえ初めて出演するアメリカの有名な長寿番組の生放送でアドリブを入れるってすごすぎます。なんて美しいの、最高すぎる。これでまたアーミーが増えたと思うなど、ジョングクの歌声を聞いた世界中のアーミーから称賛の声が上がりました。素晴らしい歌唱力を持つジョングクだからこそできることですよね。本当にかっこいいです。もし眉間の方がいらっしゃいましたら、サタデーナイトライブの YouTube チャンネルにアップされている動画をぜひ見てみてください。ひとまず歌のアドリブについてお伝えしました。それでは引き続きジョングクのアドリブ集をお楽しみください。ダンスのアドリブ。歌のアドリブの次にご紹介するのはダンスのアドリブです。ジョングクはテテのソロ曲シンギュラリティのダンスがお気に入り。シンギュラリティといえばコートハンガーにかけたジャケットの袖に自分の腕を通しまるで誰かと踊っているように見せるパフォーマンスが特徴的です。ワールドツアー Love Yourself のソウル公演の様子やバックステージの映像が収められた DVD BTS ワールドツアー Love Yourself ソウルの中にシンギュラリティの振り付けを披露するジョングクの姿がありました。はじめはテテのように踊っていましたが、ジャケットに通した方の手で顔に触れた後、ジョングクはアドリブで振り付けにアレンジを加えます。本来のパフォーマンスは顔に触れた方の手を反対の手で振り払うというもの。しかしジョングクはジャケットに通した方の手で自分の方をペチペチと叩き、ジャケットを着た人物に叩かれているようなコミカルな動きを見せたのです。アーミーたちは SNS にググが可愛いことしてる、遊び方がマジで天才、面白すぎるなどと投稿し、ジョングクのアドリブを楽しんでいました。2019年12月13日に公式 YouTube チャンネルで公開されたバンタン・ボムでもジョングクがシンギュラリティのダンスをするシーンが。ジョングクが真似をしたのは手で側頭部を打つ動きをし、そのまま勢いよく頭を回転させる振り付けです。ブイヒョンは自分の頭を叩くのがすごく好きみたいと言い、振り付けを真似するジョングク。テテよりも頭を激しく回転させ大げさに真似するジョングクが可愛いですね。挨拶のアドリブ。続きまして挨拶のアドリブのエピソードです。日本のコンサートでメンバーたちが自己紹介をする際、アドリブで自分の名前を日本のアーミー向けにアレンジすることがあります。RM の場合ナム、テテの場合テテ、
チョングクの場合、グクというように、日本で主流のあだ名に合わせた呼び方に変更するのです。2019年2月17日に開催されたラブユアセルフの福岡公演で、チョングクが、僕はグクですと自己紹介したことが話題に。この時、日本のあだ名に合わせて名前を変えたのはチョングクだけではありません。RM はナムです。テテはテテですと自己紹介をして、会場にいるアーミーを喜ばせました。メンバーたちが日本語を話してくれるだけでも嬉しいのに、さらに日本向けのアレンジを加えてくれるところに胸がキュンとします。ネット上には、日本でしか聞けないであろう貴重な自己紹介。親しみを感じる、日本人が呼んでるあだ名で挨拶してくれたことが嬉しい、3人とも可愛すぎるなど、歓喜のコメントが溢れていました。あまりにも可愛いアドリブに、自然と笑顔になりますね。チョングクのアドリブに困惑しているメンバーは？さて、いよいよ本題。チョングクのアドリブに困惑しているメンバーは、ズバリシュガです。2022年2月1日、公式 YouTube チャンネルで、2021アメリカンミュージックアワードのバックステージの様子を収めた映像が公開されました。BTS は、この授賞式で、コールドプレイとのコラボ曲、My Universe と Butter のパフォーマンスを披露。バックステージ映像には、パフォーマンス前に、My Universe のステージについて話し合うシュガとチョングクのやりとりが収められていました。近くには、J-Hope とテテもいます。1オクターブ高くやると、チョングクが話すと、すぐに、1オクターブ高いものやらないで、とお願いするシュガの声が聞こえてきました。どうやら、チョングクは、シュガの歌うパートの、輝いていて、の歌詞の部分にハモリを入れたがっている模様。チョングクの提案に戸惑いを隠せないシュガに対し、J-Hope がからかうように、どうしたんですかシュガさんと話しかけると、シュガは歌詞がわからなくなる。急に緊張するんだ。何かやることになったらと言い、アドリブをやめてほしい理由を明かしました。続けて、前に、Make It Right の時も、チョングクとやったらと、過去にも、チョングクのハモリに緊張していたことを告白します。一人でやるときは、何の心配もないそうですが、誰かのアドリブには困惑してしまうようです。シュガのパフォーマンスを見る限り、全くそんな風に感じたことはありませんが、実は、内心ドキドキしていたのですね。テテは、チョングクのアドリブが大好きらしく、僕のパートの時に、たくさんやってよ。僕はそういうの好きだから、と、シュガと正反対のお願いをしていました。J-Hope も、チョングクにハモリを入れてほしいのか、自分のパートを歌ってアピールしています。すると、シュガが、突然、チョングが、本当はやってもいいよ。僕が全部覚えてるから、と話し、前に言った発言を撤回。シュガの代わり用に、J-Hope もチョングクも吹き出します。本当は嫌なのでしょうが、チョングクのやりたいことは、なるべくさせてあげたいのでしょうね。シュガのヒョンとしてのプライド、優しさにときめきが止まりません。それにしても、アメリカンミュージックアワードという大舞台でアドリブを入れようとするジョングク。さすが BTS のハモリ職人です。まとめ。今回は、BTS の黄金マンネジョングクのアドリブについてご紹介しました。歌うときに、アドリブで、かっこいいハモリを入れたり、テテのダンスに、かわいいアレンジを加えたり、日本での自己紹介で、その国ならではの挨拶をしてみたり、チョングクのアドリブは、どれも魅力的なものばかりです。RM やテテも含め、日本のアーミーを喜ばすために、日本のあだ名に合わせた挨拶をしてくれるところは、特別感があって、本当に嬉しいですよね。アーミーからすると、チョングクのアドリブはいつだって何回だって見たいものですが、実はシュガは困っていたということにびっくりしました。アドリブはやめてほしいと言いつつも、最終的にはチョングクの希望を叶えてあげたくなっているシュガが可愛かったです。シュガは困ってしまうかもしれませんが、これからもチョングクのアドリブを楽しみにしたいと思います。